はい、ということで、岸本会でございます。はい、お願いします。えー、今回はこちらでいきます。はい教えて都市伝説。はい、はい、えー、好きなことを話すコーナーでございます。はい今日はですね、えー、僕最近ちょっと気をつけてることがありまして。なんすか。食、ちょっと気をつけてるんですよ。結構でも、気をつけてる方じゃない。前からまあ、ずっずっとそうなんだけど、うん、んまあ、ちょっとね、あの、外食を増やしてるんですよ、最近。 であのまあそれもあるんで、うん、外食ってあんまりなんていうかな考えないで行きすぎると、うん、まあちょっとカロリー多くなったりとかあ、ね、あまあなっちゃうんでその辺いろいろ考えてねいろいろ食をこういろいろ見てるんですけども食にまつわる情報でなんかねいろんな面白い角度の、うん うん、情報があったのでそれをちょっとまとめていろいろ紹介したいなと思っておりましてまずですね、えー、ある食材が美薬効果があり、うん、恋に落ちる食材だというふうに言われているというのが、えー、あ判明したとそれは男女で食べ合ってると好きな恋仲になれるかもしれないってことうーん 恋なかそうそうまあだから要はカップルになりたいと思っていて、えー、例えば食事に行く時にこの食材を食べると恋のアシストをしてくれる可能性があるんじゃないかというふうに言われている食材があるんですよ。うん、でこれちょっと予想つきます、えー、どんなものがそのがが、はい、男女の仲をうまくする可能性が あるのかっていう食材、食材ですね。だからその料理とかでなくて、この食材が入ってるものをやるといいんじゃないかというふうに言われている。肉ちゃんやっぱり。ん？肉？肉。肉ね。肉。ああはは。とか何肉とかもなく。もうなく。あステーキがいいかな。ステーキにしとこ。何肉じゃねステーキにしとこ。うん。牛牛牛のステーキにしとこ。それかあの鍋。 おーほうほうほう。かな鍋,、うん、鍋食材じゃないです。鍋,鍋かななんかその、なんていうんですかね、つついてたりとかするじゃないとか、その、よそったりとか、<laughs> 鍋を、ずっとよそったりするときに、好意<ー><の>自体のこと、の付き合った後の、二人の、なんか関係の未来っていうのが予想できるから、<laughs> 鍋とかだと。それはだから、一緒に食べに行ったらいい。 その、レストランとかの話だよね。だから、物じゃなくてどっちかっていうと、シチュエーションか。そうそう。だ想像しやすいじゃん。ああ、伝ったことあるかもなっていう。ん。鍋。それは、食材聞いて鍋っていう答えはおかしいんだけど。鍋です。えトマトでしょ、トマト。じゃこれが違うんですよ。何すか実は、臭いチーズ。うん。ですって。草地なんですよ。なんで草地なのあのー、 まあ普通に考えてちょっと匂い強いものとか最初避けようかなとかって思う人もいると思うんですけどもあのちょっと癖強いっていうので食べられない人がいたりとかあの好みが結構分かれるものなんですけれどもえイギリスで2,000組のカップルを対象に食べると愛が深まる食材は何ですかっていうのを意識調査を行ったところなんと 5人に1人が臭いチーズと回答をしていると。となんでで、なんでって聞いたところ、2人で食べるとムードが盛り上がる美薬のような効果があるというようなことを言っていると。<は>で、これ、まあ、その、<は>主観的な感じでう、うん、答えてるんですよ。だからそのカップルたちはその、うんうん、そうですねな。理、理由は、理論は分かんないけど、その、ムードが高まるものっていうので、うん あの、なんでかこの5人に1人はこれを答えているっていう、うん、その、要は、実績が出てるんですよ。<で>俺の口臭嗅いでみ口の匂い嗅いでみ <laughs> は臭いはい,、はい、いや、臭くないけどな、もうちょい近づいてみ、うん、は臭いいや、臭くないもうちょいじゃあ、うん、近づいてみって言って、うん、はぁ、ジみたいな。近づかせて。そう。 そう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 恋人の感じにするそれもやってるのかもしれないけど <laughs> <laughs> それはちょっと分かんないんですけど<う>でもこれあのもともとね、うん、あの王道の調査って昔からちょくちょくやってるらしいんですよ。 でそれで出てきてたのはチョコレートとかが多くてロマンチックな感じのものストロベリーとかチャンパンとかっていうのがうん、うん、まあ並んでたんですけど、うん、その中に急遽そのブルーチーズとかっていうのが、あのー、出てきてこれもうねその理由っていう理由があんまり分かってはいないんですけど統計的に見るともう。 鳥肌が立つぐらいゾクゾクして興奮するみたいなことを言っている人が結構出てきているとアレルギーじゃないだ誰の二人5人に1人がアレルギーアレルギーなんじゃないっそれ腐ってんじゃないマジでカビ食うてんじゃんいやだからでそれで面白いのがブルーチーズとかが美薬効果が美薬とかっていう効果とかがあるっていうのとはまた別に すごい昔から言われているあの不思議な、うん、あ話があってそれがあのブルーチーズとかを寝る前に食べると高確率で奇妙な夢を見るというもうかなり海外では言われている噂というか、うんね、都市伝説があるんですよね。うん、知ってるでこれが、まあ、その いわゆる世界三大青カビチーズの一つ、スティルトンチーズっていうのを食べるとそうなるんじゃないかというふうに言われていると。大島テルさんの好物ですよね。大島テルさん言ってたねはいやつで、その名跡もとか、お母さんの夢を見るっていうのを知らないで食べてて、そんなこと言わないでほしいって言ってた。食べられなかった。見るとかね、言われてたりする。そんなこと言わないでほしいあなって言ってた。だから、 これもうあくまで家庭だけど、うん、その人間になんかものすごい影響を与える食べ物なんじゃないかなという夢を見させるというね夢を見させたりとか人をそうそう好きにならせるとか何、はい、かしらの効果があるんじゃないかということででも夢に出てそういういやらしい気持ちになるっていうとやっぱインキュバスサキュバスを想像しちゃうよね、うん、すぐに。やっぱりなんかその チーズってさ、その、なんかね、魔術とかのやつに使ってたりとかもするみたいなので、昔からだから、おまじないとか、呪術とかそういうのにも、うん、あ使われるってことは、何かしらやっぱり、うん、まあ、解明されてないような作用があるんじゃないかというふうには。うん、でも、よくよく考えたら、だってチーズっておかしいじゃん。腐,腐ってるんだよ。<laughs> 腐ってるってか、カビ生えてる <laughs> 食ってるんだから。ね、うん やっぱトリップするキノコとかもそうだけど、うん、やっぱそういうなカビとか胞子、うん、みたいなものとか,なんかそういうので、うん、味以外の部分でちょっといろんな作用を起こしてんじゃないかなとは思うんですよね。でこれがまあちょっと最近出てきた中では不思議かつ理由が分かんないけどいろんな方がそれを体感しているというものなんですって。うん、くっせえチーズでさ フォンデュしたらさ付き合えるんそうそうだからチーズフォンデュ屋が一番いいチーズ系の専門店はあるのよ。あるよねデートスポットでも結構あるのであるあるあるそういうのをもっとさ押してけばいいんじゃないかなと思った夜景の見える場所でくっせえチーズ食い合うのが一番じゃあ調子というかでこれまたね別の方向性でえ あるものを食べている女性は魅力的に見えるっていう研究結果が出ていて、えー、でこれはだから女性は使ったら効果的なんじゃないかというふうに言われてるんですよだから好きな男性との最初のデートで何を食べるかっていうので、はい、まあやっぱり、ねうん、みんなそれなりに頭を悩ませるわけじゃないですか僕はありますよ何ですかその,あ,のあるっていうのはどういうことイカフライはは どう,いうこそっすか。イカフライですよ。はい。あの奥さんとね、飯食いて、うん、イカフライ出てきたのよ。イカの、うん、イカのフの居酒屋みたいなこと？うん。そうイカのフライ出てきて、うん、イカフライがね、すっごいイカプリプリしてて噛み切れなかったのよ。うんうん、で。 かといって箸でちぎれるわけでもなく、すっごいプリプリやったから、うんうん、それをその難しそうに食べてるのを見て、めちゃくちゃ好きになった。うん、<laughs> これ。んほんまに。<laughs> めちゃくちゃ可愛かった。あのー、それなん、どういうことなのイカフライがたったの見えたの見えたの。あのー、これは俺に、うん 嫌われんようにしようと思って、イカフライを綺麗に食べようとしてると。ちょびちょびって噛んだりとか、箸でちぎろうとしたりとか、いろいろやってね。それがむちゃくちゃ愛おしくって、もう好きに食べていいよって言ったら、丸飲みしてたわ。ああ、もう、ペンギンとかそういう系の食い方じゃん。めちゃくちゃ可愛がって、これ違う。だから食べるのが難しいものを食べたら魅力的に見えるんじゃないああ、なるほどね。 結構こういうのを女性とかに聞くと出てくる答えっていうのがスイーツとか要はか甘いようなものとかを食べてるといいんじゃないかみたいなそうそうそうなんですよそれあんまり男からすると別にって,いううにって思うしパンケーキとかも。 まあ別にって思うし、うん思うね、パンケーキを取ってるやつはちょっとうんって思うし <laughs> いやそれ別に取らしたらよだからその辺がやっぱりそのあんまり効果的ではないんですよね、うん、多分イメージだけなんですよその、うん、なかか可いいものだし可愛く見えるでしょっていうふうに多分思ってるだけだと思うんですよいわゆるなんかの映えるって言われてるような食べ物を食べてても別にキュンとは来ないよなこっちはそうそうそう、うん、でやっぱそれはね 科学的根拠が全くないものだったということでじゃあ実際どういうあのものがいいのかっていうのを、うんうん、アメリカの、えー、ミネソタ州にある <laughs>、はいえー、セントクラウド州立大学の研究チームが、うん、何を食べてる女性が魅力的に見えるかっていう実験を行ったと。うんうん、それは確かだ 研究者たちが87人の女性を対象にスイーツ、スパイシー料理、スナック菓子などを食べてもらい、うん、それを見た男性が女性の魅力を9段階評価で採点と。ほぉ、いいっすね。その結果、何が一番魅力的を感じたかっていうものが、スパイシーメニュー。 スパイシーな料理要は辛い,辛い激辛料理みたいなものを食べている女性に魅力を感じるということが、うんえー、結果が出たとでも汗かいているの確かにいいかも食べながら、うん、そうですよね、うん、そ,うそうなんですよ僕もこれ聞いてあ意外とそうかもって思ったんですよわ、うん、かるで えー、どれくらいその差が出たかというと、はい、スイーツを食べてた女性よりも21%の高評価だったと、うん、あそれはすごいじゃんでさらに恋愛的興味をそそられるのかという質問に、うんえー、他のグループよりはるかに上回ったとつまり一緒に食事する男性に興味を持ってもらいたいならスパイスを効かせた激辛料理を食べた方が確率的には、えー、お得ということになるんじゃないかということで、はいはい、で。 まあ理由として、えー、スパイシーな香りがロマンティックな関心だけでなく、はい、肉体的な魅力の評価を上昇させること,が安したというも多分、体が赤くなったりとかさ、そうだから、うん、そうなんですよ、なんかさ、そこってちょっとセクシーさを感じる部分だったりするんですよ、あの口がさ、辛いもの食べて、唇が赤くなるのもいいよね、そうそうそう、ちょっと、あのぼてっとするというか、それはいいよね、わ、うん、かるわかる。 やっぱそのスパイシー料理の辛いっていう意味するホットっていう言葉自体にセクシーっていう意味のスラングがあるようにやっぱ男性の脳スパイシー料理を食べてる女性を無意識にセクシーだと思い込んでしまうんではないかという要素もあるという。だかからら言葉からも セクシーさを感じしちゃい、しまうっていう,う,ん、うんう。だから英語圏の人は特にそうだよね。うん、ね日本人はまりちょっとピンとこないかもしれないけど。うんうんうん、でも、辛いに一本たしは幸せになりますからね。え、どういうことですか <laughs> そうよく聞くやつだけどゴルゴさんが言ってました。<laughs> なんか <laughs> あの、あれでしょう、あの。うん ん少年院とかそういうとこでやるやつでしょ本ね。だって言うてた。まあね。みんな感動するからね。でもあれほんにすごいから。あっすげえってなるやつなんであぜひ見ていただきたいんですけども。違うんですよ。だからとりあえず彼氏を作りたいとかっていう女性に関して言うととにかく辛いもの系を。 食べる方がいいとでもっと言うならちょっとセクシーさを足すんであればちょっと汗ばむぐらいの暑いところとか火鍋とかいいですね季節的にはちょっと夏とかの方がいいと思いますんでカレーとかね激辛カレーとかそういうのを食べてスパイシーな香りとともにセクシーさで刺激をするというのがいいんではないかという方法でございますいいじゃないですかこれは確かにそうだなって思っ ちょっとこれは納得でできるよね男側の視点見てもせぇチーズはよう分からんかったけどこのスパイシーはマジでそうやと思うクぶくっせチーズはあんま食べないじゃん食べないそもそもあの日本人はそんな食べないそれだからあんまり効果を感じることがないんじゃないかなとは思うんですけど辛いのはいいね辛いのは俺もいいと思うんですよ で何より僕が多分その汗だくになってる女性は結構好きなので、うん、でもさ、うん、あなた辛いもの食べられないじゃない僕だダメですだからあなた相手が辛いもの食べてるのをじっと眺めてるしかないですよ <laughs> いやだからそうなんですよね怖いよそれ辛いもの以外も選べるところじゃないとやっぱ、うん、そうね難しいかじゃあサイゼリア言ったらサイゼリアでもこれさ今聞いてて思ったけど、うん、男の方はそう思わねえのかな思われねえのかな あ辛いもん食べてたら女,女性だけセクシーと思われるけど<ー>男は辛いの食べてのセクシーと思われないのかな思わないんじゃない <laughs> そうかな,なんかバクバク食べてるのがいいんじゃないバカみたいにわんぱくにそうわんぱくに食べてるのがいいんじゃない<ー>なんかたくさん食べられる人好きって言わない言うね、うん、言うイメージあるわそうでしょ、うん、だから辛いもんってよりはなんか多く わんぱくに食べまあ、その汚いじゃなくてねうん、うん、まあ量を食うっていうそうそうそう一般的なマナーでもって量を食べられる方がいいんじゃないかな朝食よりはかなうんでもね最近 YouTube でちょっとそういうのが流行ってるところがあってはいはいあのめちゃくちゃ大食いなんだけど、はい、汚い食べ方するみたいなえああれ パンってやつあれっ違う何かねくちゃ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 言わして ASMR みたいなやつそう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 っていうのが韓国かなんか違うあれじゃないあれじゃない違うゴリゴリの日本人の芸人で怪物君っていうのがいいんだけど知らないその人がまあねめちゃくちゃ食うんだめちゃくちゃ食うんだけどでも大食い選手権的な大食いじゃないんだよねどういうことなんかね もう本当にずっと飯食ってなかったんかっていう頬張りがへえば、ー、カな食い方腹ペコなんだ本当にでもずっと腹ペコ190ぐらいあってあそう1 0 0ぐらいあるんだけどで貧乏芸人じゃん、はい、であの YouTube の見てる人からちょっとずつな食べ物送られてきたりとかするすえそ、ー、したらもうあの本当に一切れの肉でご飯一杯食っちゃうみたいな感じ、うん、ええー すごいね、その食いっぷりがもうマジで近年見ないくらい飢えてる人なの、うん、犬より汚いいや犬より汚いマジで <laughs> あ本当でも俺最初死ぬほど嫌悪感を覚えて見てたんだけど<ー>見てるとなんかね気持ちよくなってきて、ね、あそうなんだむしろ食わせてあげたいって思う感じになったへえ<ー>変な感覚<ー>三四郎さんもやってるね相田さんも なんかねそういう感じじゃないた,ただ食うとかじゃなくて、えー、あ、あれ俺知ってるよいっぱい食べる人やったらあのハルクくんっていう人知らないなで、うん、あの食費に70万使うてもったからよく稼げんねそんな70万あのあの借金とかかもしらんけど、うん、70万使うてもったからもう食べられんから、うん、誰かあのコメントに飯をおごってくれる人 コメントしてくれませんかっと言って募集して、めちゃめちゃ大金持ちの息子が来て、飯食わしたらって言って、担ぎ上げてその人を、息子を、なんかね、なんていうか肩車みたいなして、で、かっぽして飯食うてた。何これいつの時代これ思った。でもやっぱみんなね、おごりたい欲ってあるみたいで。あるでしょうね。怪物くんも見てると、あの、これ食べてとか。魚上宴とか。え あの好きなだけ食えっていう何かうさんくせ社長みたいなやつが出てきたりとかすっげえ食う何十万とかいっちゃうようなそんな感じのそっか徐々にだもんなでもなんか分かる気がしてきてさどういうことえ付けじゃないけどなんかちょっと気持ちいいんだよねか 自分が食べられない分のその人が代わりに食べてくれてるっていう感覚っていうよね、うん、あのお金持ちが若手の子とかにおごる時ってねでもさそのご飯ボロボロこぼしながら食ってるのがなんかね、うん、逆に気持ちいいって思う、えー、なってくるっていうのはちょっと調べていいあいいよ怪物く、うん不思議な感覚なったなそれ面白いね怪物くんほんまに知らなかったわ怪物くんはあのねわらざっぷっていう あ,あのねアマゾンプライムの番組に出てて怪物くんだ、うん、本当だすっごい食べてるっていうことで、はい、あとねちょっともうデートにまつわるもので、はい、もう一個食べ物であの知っといた方がいいかなっていうのがあって、はい、あの映画行くでしょ、うん、デートでで映画のお供と言ったら何ですか食べ物ポップコーンそうっすよね、うん、ポップコーンなんですよ、はい 今なおやっぱポップコーンなんすすすよよごい久しぶりに映画館でポップコーンちょっと前に食ったけどまだあるんだっていうぐらい<ー>でもめっちゃいろんな味あるしポップコーンと全然食い切れねえけどえ、えー、チュリトス チュロスみたいなそのなんか2つになってるよね今かあとあれホットドッグみたいなのがとかっていうぐらいなんだけどでもポップコーン一強よねそうもうほぼポップカンなんですよポップカンなんですよね外国人で来たけど結構やっぱりカップルとかで見ると買う人が多い感じなんですけどさあこのポップコーンの存在っていうのはあの見る時に映画を見る時に いい効果をもたらすのかどうかという、はい、ことがあの調べられているんですよこれどういう感じですかあなたポップコーン食べたことあります映画館でないですあないんだ一度もないてか<ー>飲食したことないあ飲はあるけど、うん、食は一切ないあないんだ、うん、それはもう単純にあの集中できないとかそういうこと食べたくないってことですねうん、うん、なんか、うん えと画面から目離したくないし、うん、なんか咀嚼してその咀嚼音でセリフ聞こえなかったらどうしようとかと思っちゃうっていうのがすげえわかるけどね俺もそんな感じでほとんど食わなかったんですけど、うん、ちょっとこの間食ってみて思ったのはやっぱりね嫌ですね、はい、やんなくていいなと思ったんだけど、はいはい、食べなくていいなと一応これを研究として調べたところがあって、うん あの魅力的な食べ物の存在っていうのは、はい、あの次に何を食べようかっていうのを脳をこう誘引しちゃうんですって、はい、だから注意力をそっちに持ってっちゃう分、うん、楽しいものをやってる時見てる時、はい、体験してる時の楽しみを減少させてしまうとダメじゃんんそうなんですだからつまり、うん、面白い映画とかを見ている場合とかって すごい,いいイベントとか、うん、あの音楽聴いて気に入ってるとかっていう時は食べ物はない方がいいんですよでも高橋ジョージ三船美香夫妻はポップコーンで結婚したじゃないですか知らないけどそのエピソードいやそうですよ <laughs> 一緒に二人で映画見に行って一、うん、回もその映画中ポップコーンがあってね真ん中に、うん、それを撮るんですよ撮っていく時に一回も「あすいません」ってならなかったと「うん、あれこんだけ気合うだったら結婚できんちゃうん?」って思ったから結婚したんですよあれ。 トラブルだけはありにしましょう。<laughs> でも基本的にはあんま良くない。あんま良くない。で、ただ逆に映画が面白くなかった場合どうなのかっていうことなんですけど、はい、あそうか面白い映画。 でしでょもカップルで行った場合趣味が合わないってことまあまああるんですよどっちかの趣味に合わせていくから基本的に女性だと恋愛とか男だと SF やョンやらねそうそうでその時に退屈な時にこういうものを食べ物の存在っていうのはどういう効果をもたらすのかっていう時に実はそのネガティブな退屈さっていうのを薄めてくれるという効果が要は不快感を軽減する その力があるはいなんで面白くなさそうなものとかもうすでに退屈だなって思ってる時はむしろ食べた方がいいじゃあのさそんな映画行くなよいやでもおもろなさそうやらないってじゃ途中中座してポップコーン買いに行くってことそうかでもいいえいやそりゃ難しいよ俺は一番いいのはもうこの映画多分違うなって思っていく場合 は要は相手の趣味に合わせて相手がチケット買っちゃってるとかっていう状況ってあると思うんですかるそれそうやってその時に我慢してなきゃいけないって思うよりかはうん、うん、ポップコーンとかを食べたりとかすることによって不快感を減らした方が、うん、その後のデートにも、ね、悪い影響を与えないで済むという。それ知ってたらさ、うん 初デートの時俺は楽しかったいやいや精神誰が楽しいねあんな精神俺はめちゃくちゃ楽しかったし岡山の精神病院のドキュメンタリー誰が見んねん女の子おもろいなっていう子長く続かないよいやいやでも逆を言うと俺はそのバレンタインデーとかにバレンタインデーっていうクソしょうもない恋愛映画を見たりとかしてますからだからもっう ですよトントンかな分かんないけど誰にでも芸人さんの友達にさ「4月1日予定ある?」って言われて「いやこれないよ4月1日」何年か前のやつですよほんなんかね「映画館行こう」って言うて何やろと思ったら「エイプリル・フール」っていうさ日本の映画あったじゃないですかえーと吉高さんあ違うか わかんないけれども松坂桃李くんやと思うでもそれを戸田恵梨香とかじゃ戸田恵梨香だその二人だそうそうそうでそのエイブリルフールズかなそれを見に行こうって言われていや別にいつでも言わないって言いましたけど合わせてでしょだからそうあの時はさ「ポップコーン食べるべき」だったんだじゃんいやそう「食べるべき映画」だったんだだったし俺が見た限りでは僕もそうだったもんよかったよかった そうでこれ、これ別に映画に限らず遊園地とかも並び時間とかあるじゃないですか、ねね、要は退屈になりそうな時間が多いところは食べ物、軽食があるとちょっと紛れるっていうのは本当に使える、うん、技らしいのであの全然食じゃないけど俺が使ってる技紹介していい <laughs> なんなんの例えばそうな時、はあ めちゃくちゃ緊張今日するなとか、うん、先のこと考えすぎてうわこれもあかんなうまくいくかなどうかなっていう時は、うん、できるだけめちゃくちゃ早い曲っけっていうの激しい曲テンの僕はラップほ<う>僕ははそういうい えっと、エイウィッチさんかクリーピーナッツさんを聴いてるうん、うん、その2つを聴いてるんですけど、うん、めちゃくちゃ早すぎて、うん、テンポと曲がねうん、うん、言葉の量よだから頭でなんか想像できなくするんですよね頭ぐちゃぐちゃにして言葉でそしたら知らんうちに目的地ついて知らんうちに本番始まってるわ <laughs> それいいことなのか、うん、シミュレーションとかしないでいく場合ってことねシミュレーションを したい時はやめたほうがいいけれども<ー>ちょっと考えすぎてむちゃくちゃなってる、うん、どうしよう緊張するなーっていう時はそれ聞いたら俺全然緊張なくなるね<ー>もう緊張するのすら、うん、忘れるぐらいすごい歌詞が歌詞群が、うん、書き消してくれるまあほとんどだから何言ってるかどうかっていうよりかは、うん、言葉の量とかそういうのが大事やも、うんななんか俺は最近はそれっすねもうずーっと早い曲を緊張してる時聞いてるねなるほどね、うん まあもしかしたらあるかもね科学的にそういうのがいいとかってい、ねね。エミネムとかいいかもしれない。<laughs> まあ、まあ洋楽とかの方が意味はわかんないし。ね、い,しいいかもしれないね。はい。まあちょっとそれは全然ショックえけ,けどい <laughs> まあ一応使える知恵袋的なやつなんで。そうそうはい、はい、ということで、まあ、今回はちょっと食にまつわる、えー、不思議な話でございました。はい、ありがとうございます。